やばいですよ。何飲みますか？何でもいいらしいです。エサゴさんお酒飲むんですか？僕もハイボール。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今度エッグスで出すんだ。申し込みですよ。本当ですか？めちゃめちゃ嬉しいです。セミナー申し込みしてます。エサゴさんぜひセミナーとかの前にご案内しましょう。お願いします。お願いします。一応なんかエンタープライズ契約してるんで、それを普通に 2C の皆さんに使ってもらうっていうのがテーマなので、月額2万円でエンタープライズの拡張機能が使えるっていう。ちゃんとしてますね、エンタープライズ。バカ高いやつでしょ。月700万。わかります。お願いします。ありがとうございます。いい一緒だから。大学1年生28だから。23の代の23です。新卒の代です本来から。同じサークルなの？大学生の森うちのサーカン後輩が大学生できるわけないじゃん。でその RCC メンバーからはどういう評価をされてる？知ってんのかな？そもそも環境で知ってる人は多いです。3声とか知ってたでしょ？3声です。直属だもんね。あ、そうです、直属な。その人らはどういう評価をしてた？やばい世代って。僕らから見たら、その3声がやばい世代だったんですけど、なんかそういう話をしたら、いや自分らの3声がやばいから。自分らの3声がやばいの？本当にやばくて、プログラミング言語を作ってた、 Java を開発してたんです。かわいい子だよ。100個買ってください。タコさんから100個配布。確かに。いきます。はい、チーズ。氷がかりの人に配る。足りなくなったら大丈夫。僕が東大をさせていきます。自分の身は削らない。タコさんの宣伝をします。初めまして。シャンパンの量ありがとうございます。で、いいんですか？経営していく上でアドバイスを欲しいんです。ピアワで起業したら無料でやっちゃったら死ぬ思いです。裏切られるんですよね。人間関係がそういう感じで、そこの人間じゃないんですよ、僕は。だけど、もう転生しました。根性はあるんですけど、経験もあるんですけど、ノウハウがなくて、どうやってその、これだけ大きくならないのか、志がすごい高いかなと思います。こんな大切にしないじゃないですか。何でもきっかけでこの仕事になって、病気だったり、その、何かちょっとわかんないとか、震災とか、いろいろな経験で皆さん、私の社長さんとかで、そうなんです。自分が知らない。私は知らない。まあでも、まあ4億騙されるものある。いやー、4億騙されるものある。4億騙されちゃったんですか？うん、すごい。それでどうやって？その時どんな思いしてた？4億かかってこないのに、本当に気づかれてた。その人の逮捕騒動でした。4億？どういう詐欺だったんですか？やっぱり言ってるんですよ。物仕入れ書いてたもんで、コロナで物が船の輸送にエラーがあって。私もね、話はもうスケール低いですけど、いじめられたことがあって、クラス3人グループだったんですけど、1人の女の子ミスされて違うグループに行ったんですよ。そしたらクラス全員からハブられてる。ありあれですよ。マインドセットプログラム。マインドセットプログラム。聞いて、そこから、もう今トータル380万ぐらい、僕の案件受けて。え、先月出したんですか？工場受けたのが20日前ぐらい。から3件、全部100万ちょっと案件いただいて。今日多分 SNS サミットで実績者対談になる。うん、いっぱい来る。ありがとうございます。感謝してやった。いや、めちゃくちゃお恥ずかしい話なんですけど、ちょっと疑ってたんですよ。いいですか？佐藤さん、基準値しか言わないなみたいな。基準値僕めっちゃ低いんで、うん、基準値をもっと細分化して、はい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 。下ろしてくれないから、当時下がってて、なんとなく買ってみたんですけど、めちゃめちゃ具体的な手法が話されてたんで。そうなんですよ。基準値高まるとこういう行動に反映されるみたいな。そうですよね。それを実際にやっていって、実際に結果も出たんで、一通りブレインも出されてるやつ。あれがいいな。また、ありがとうございます。また、いつでも DM ください。ありがとうございます。ありがとうございます。
インタビュー見たの、さっき見てもらいましたけど、はい、見ました。これを登壇の後やと思うので、はい、その内容をちょっとお話しする方があって、そこさんの VIP コンテンツの時間に、ここにいたらスタッフの人が迎えに来てくれるらしいんです。あ、わかりました。で、ここで一緒に案内されて、そこに移動するんです。わかりました。はい、密着付きですか？密着付きです。これ SNS サミットでいう技が反応率を上げた顧客セグメントに関する方があるんですけど、アンケートを取った時に、ブリンク新規やりました。で、ロゴが絶対40%取ってくれたんで、あ、ブリンク知らないんだって、そこから最近行って。すげえ、めちゃくちゃ反応率上がった。とりあえずは1時 ?20 分くらいここにいればいいと思う。多分、ここに来たら、わかりました。お願いします。顧客コミュニケーションの最適解、複数チャンネルの掛け合わせで売り上げを最大化する SNS 戦略プレゼンテッドバイエルステップが開始となりますので、ご着席をお願いいたします。今やマーケティング手法としても欠かせない存在になった公式 LINE、 ただお知らせだけを配信している状態になっていませんか？ここからは令和時代に必須の顧客コミュニケーションの極意をこれまでの事例も交えてお話を伺います。それではご紹介いたします。これまで運用されてきた LINE アカウントは累計150件以上、 LINE 構築術の講師も務める株式会社バルサ代表取締役中川翔吾さんにお話を伺います。利用者30万人のブレイン代表、並びに受講生2万人超えの教育事業も展開されている佐古祐樹さん、日本一の SNS 教育系 YouTuber、 累計100社以上の企業 SNS コンサルやインスタノウハウ本の書籍出版などを手掛ける会社員さん、よろしくお願いいたします。佐古と申します。よろしくお願いします。コンテンツ販売のプラットフォームのブレインというサービスをやってて、こんなコンテンツがどれくらい売れてたっていうのを出せるようにしますで、その中であ、このコンテンツに興味があったことの参加はこの LINE とかに入って同時に全部入れてるのかもしれないです。なので、そこにいた受験生の方がいないもはやチャレンジか情報とは提供できるなと思うのでなんでよろしくお願いします。じゃあ、最後の中から完全なのに続きたいなんですけど、踊ります。以上だった。もう締めちゃおう。はい、何もかけてなさそうですね。全然いい感じで、どんな感じだったの？名古屋さん教えてよ。違う怒られるよ。見たでしょ、あのファンの量加工しといて。加工はします。で、会社員さんと並んだら明らかに人間としてなんかやっぱ普通とぽっちゃりって感じ。しょうがないよ、普通じゃない、細いよ。マジで絶対 CM は倍になる。少なくとも CM は俺したいんだよ。落ちてきてからの一発で飛びましたね。最近引っ越してきたんですよ。引っ越すといろんなネタが溢れてくるから、SNS のネタが増えて、一個が増えて、これが増えたんです。ここ引っ越して。サコさんのシャワーシーンあげたの？そういうのじゃないじゃないじゃない。そうなるんだ。イクチンアカウントを作ってるんですよ。イクチン？イクニューみたいな、イクチンみたいな。口の中も流れでチンコでかくする。そうそうそう、そういうことか。これ投稿したいんですけど、多分バンですよ。うわー、これはやばいな。えぐー、伸びていく様子を。もうこれ、そこさ、そうです見ない方がいいって言うってことはもうダメってことですすごいな。売れると思うんですよね。
器具があるんですよ。厚生労働省認可を受ける ED 治療薬みたいな。ビガーって言うんですけど。ビガー。器具でどうやってでかくするんですか？こう真空状態になってて、空気をシュッシュッシュッ抜いてると。ああ、なるほど、なるほど。ああ、そういうことだ、そういうことだ。どうかあるよ。リアルやんそれ。これリアルやん。あのガチの声じゃないですか。痛すぎるな。それは勃起状態でやるんです。立つんですよ。近くかって。あ、そっかそっかそっか。立ったらちょうど外すみたいな。なるほど。で、真っ赤っかんすぎる。今まで一回だけ事件あったらしくて。それは酔っ払って寝て8時間つけっぱなし。うわ最悪だ。そもそも何ヶ月使ってるんですか？2ヶ月ぐらい使ってます。2センチ伸びました。2センチ結構でかい。普通常時でってことですか？いやいや、マックス。マックス時ね、うん。あれをやるのは通常時ってことですか？そうです。ああ、そうなんだ。細くなったりしないんですか？細くなったりしない。太くなります。血管が太くなって。ああ。ションベンの向き変わったりしないですか？まっすぐになるかも。逆にまっすぐになるか。あ、そっか。僕もじゃあ左寄りもまっすぐに治るかもしれないです。言わなくていいの。ションベン左寄りですか？物が左寄り。あ、俺ションベン左寄りなんです。物まっすぐでも左寄りなんです。ってことあるっすよね。尿道がこうなってます。だから僕ちょっと右斜めで前向いてやるんです。絶対売れると思う。確かに売れそう。12、3万で2センチ伸びたら良くないですか？いいですね。平均超えられるんですか？何日ぐらいでやったか。毎日です。徐々に徐々に大きくで、もう戻らないんです。なんていうのが出る。へぇ、ED治療薬の器具なんです。心臓に負担かかんない薬じゃないから、で副作用で大きくなっちゃうよ。なるほど。つけているところをどう打つかって、シミケンとかがコラボしてたりするんですよ。あ、そうなんですね。港区のお金持ちの中でちょっと早いって言ってたんです。へぇ、隣の友達と、はい、今整体院を与えて仕込みを作ってまして、シューティクの SNS 主にインスタのメタポップを使ってやってるんですが、より集客を作るために注意すべきを頑張っていただけたら嬉しいです。低単価商品のツールをフロントに置いて、低単価じゃ儲かりますよねっていうセミナーをして、高単価に誘導したんですよ。高単価サロンで稼ぐ方法っていうセミナーをやらずに、低単価サロンの集客を強化しますよっていう名目で人を集め、セミナーで潜在顧客を潜在顧客に変えていったんですよ。なので多分、肩甲骨剥がしっていう領域において、肩甲骨剥がしに変えていきませんかっていうと、絶対に反発を食らうので、全然その方を整体師向けに教えるよってセミナーをやって、特殊な技法とか、椅子でバズりやすい内容をフロントに押して発信する。ショート動画のスクールをやらせていただいてるんですけど、月1万円だと、実際払えないとか、学べないとかっていう方もいらっしゃる中で、どんな考えなのかなっていうのを率直に伺いたいんですけど、僕は、高単価は結構、息の根を短くすると思ってます、正直。さんって結構なんか段階的にコンテンツを販売してる感じですよね。50万、100万の価値を提供するのってめちゃくちゃ難しいと思うんですよ。短期的に合うと売れるんですけど、高単価、低単価とかいろんな施策全部そうなんですけど、デジタルの最大化という感じから考えなきゃいけないので、歪んでるんですよ。最後に1分だけお時間をください。概要欄から個人がゼロから結果を出すタコユウキの人生を好転させる LINE マガジンにぜひご登録ください。最初に言っときますが、この LINE マガジンでは商品をセールすることはありません。僕はですね、自分の利益ばかりを考えて、みんなから奪い取ってやろう、お金を稼いでやろうって思ってるインフルエンサーに嫌気がさしています。商品を何も売らない、あなたの人生を変えることだけを約束し、価値提供に徹する LINE マガジンを作りました。このマガジンに登録してコラムを読み進めていただければ、売上、利益、時間的自由ができるのはもちろん、さらにその上の、あ、なんかすごい人生変わったな、なんか人間関係とかも良くなったなっていうような体験をお届けすることをお約束します。まあね、この LINE 正直かなりお金かかってます。要は LINE っていうのは配信するのお金かかる。なのでいつ配信終了するかわからないので、ぜひ今のうちに登録していただければなと思っております。それでは概要欄からお待ちしております。